に自分で無理やり頑張るんではなくて、自然のようにおのずからそうなるように生きるっていうのはどういうことなのかっていうのをちょっと2つの言葉を紹介してみたいと思います。まず1つは和光同人と呼びます。和光同人、これはたとえ鋭い光、知恵とか美しさとか強さとかみたいなものを持っていたとしても、これをあえて和らげて抑えて鈍らせるっていうことなんですよ。光を和らげる和光っていうのは。そして同人ですから、塵と同じように塵のうちに埋もれて、その中にふわっとこう膨張と同調していくような、とてもおおらかで柔和な感じ。どんな英知を備えていたからってそれを見せびらかしたら倒されるだけだと。その鋭い剣みたいなものはいつでも人を切り殺せるし、いつ襲いかかられるかわからないから、それが知恵であれ何であれ、自分の持っている一番の武器みたいなものは振りかざした途端に敵を作ると。だから歯を柔らかくするんだと、研がないんだ、鋭くしないんだと、強くならないんだ、弱く柔らかくいなければならないし、光は強く鮮烈に放つんではなくて柔らかい光として鈍らせておかなければならないんだってことを言うんですね。和光同人、美しいなと思います。そしてもう一つ有名な、ね、言葉ですけれども、常禅水のごとし、日本酒の、ね、名前であるので、これを見ると日本酒って私は思ってしまうんだけど、でも常禅水のごとしというのも、老子の考え方の一つで、最も良いもの、常禅ですかね、最も良いものっていうのは水のごとくのものであると。よく言われることですけれども、水っていうのは低いところに流れて溜まっていくと。そして器の形に合わせていくらでも柔軟に形を変えることができると。自分というものに固執しないがために、どんな場所にでも浸透して入っていくことができて、そして低いところに流れるっていうことを厭わないがために、海のような大地よりも大きなものとなって全てを包み込むことができると。なんかこう上に登ろう、鋭くなろうってすればするほど、硬くなろうってすればするほど、このようには水のようにはなれなくなってしまうっていうふうに言うんですね。コリをなくして、塊をほぐして、水のように柔らかく今ある環境の中にすんなり溶け込んでいくようにするっていうことが、その無為自然的な生き方っていうのの、もう一つの態度。和光同人と常禅水のごとしっていうのは、その老子の思想の大事なところです。その孔子儒教の説いている考え方と全然違うっていうのがやっぱり面白いなと思っていて、その儒教ってやっぱりすごく現実的っていうか、処世術的ですよね。この出世していくにはどうしたらいいかとか、ビジネスでうまくいくにはどうしたらいいかとかっていう、その現実をとにかくうまく乗り切るためには、こういう礼儀とかを大事にしようとか、仁義をね持とうとか、知恵を持とうとか、親は大事にしようとか、そういう常識みたいなものを備えておくことが大事だっていうことになるんだけど、なんかそれと全く違う感覚っていうか、そうではなくて和光同人なんだと。ひけらかすなと。でそれもなんか道徳としてひけらかすなではなくて、自然のようにリラックスするとそうなるでしょっていう感じなんですよね。だって目の前にあるもので満たされて満足している、その相対差別を作り出さないんだから、わざわざ自分の持っているものをひけらかして承認してもらう必要っていうのはないわけですよね。自分がどう見られるかっていうことを気にすると、持っている武器はひけらかしたくなる。持っている一番の才能は持ってインスタ映えさせて人に認めてもらいたくなる、自分がどう見られるかって思ってると。でもそうではなくて、他人はどう受け取るかって考えてみると、その鋭い剣を突きつけられた方はどう感じるかなっていう方に意識が向くわけですよね。その剣を突きつけられて、ああ攻撃される、わあトゲトゲしてる、わあ主張激しいっていう風になった時に、それそこで生み出す不和の方が自然を壊してしまうっていう風に考える。最後までご視聴いただきありがとうございました。面白いと思っていただいたら、ぜひいいねボタンとチャンネル登録をお願いいたします。